聴者の方から質問が届きました。お手頃価格で買った赤ワインはいつも渋いなと感じます。何かいい方法はありませんか？ということで、今回は藤村キャスターがエキスパートに伺いました。ジャスメン、ワインの種類は大きく分けて3つあります。シャンパンに代表される発泡性ワイン、酸味がある白ワイン、そして香りが豊かな赤ワインです。今回のエキスパートは米国ソムリエ協会認定ソムリエの大坪健二さんです。赤ワインっていうのはブドウジュースを絞って皮と茎と種とみんな一緒に発酵をしまして、でそうすると種から渋みとか皮から色とか茎から渋みとか、そういうのがこう抽出されるんですね。レストランなどで一番飲まれているこの赤ワイン3種類をご紹介しましょう。はい、お願いします。まず最初はピノノワールっていうワインでして、これは赤ワインですけれども意外と渋みがなくて、酸味が強い、赤ワインの中では割合に軽いタイプのワインです。でこのワインは今度はカバルネソーヴィニヨンといいまして、非常に渋みがありまして、逆に言いますと熟成用のワインですので、デカンターなんかするにはこのワインがいいですね。でこのカバネソーヴィニヨンとピノノワールのちょうど間にあるのがメルローでして、メルローが一番ポピュラーで飲みやすくて一番レストランなんかでは売れているワインです。そう、ブドウのじゃあ種類によってそれぞれその渋み、味、そうです、酸味、甘みも変わってくるってことですね。美味しく飲むためにはワイングラスを選ぶことも大切です。ピノノワール用のグラスは香りを逃さないようにするため飲み口が小さくなっています。一方、渋みが強い赤ワインを飲む時のグラスは空気に触れるように飲み口が大きくなっています。空気に触れさせるという言葉が先ほどから出てきてるんですけれども、これはやっぱり赤ワインを楽しむ際のポイントなんですか？そうですね、やっぱりボトルの中に長い間ワインは詰めていまして、このコルクを開けると同時に、これをもう少し酸化させて、そのバランスよく飲むためにこういうグラスになってますね。ここで赤ワインが渋いなと思った時にトライしていただきたいのが、デカンタに一度ワインを移すという方法です。これは空気に触れさせ香りを豊かにし、渋みをまろやかな味に変えます。ワインボトルの底に沈んだ沈殿物を入れないように注ぎます。ではデカンタにトライ。結構ドボドボ入ってますけど、結構上手ですね。いいんですか、こんな感じで。なかなか上手。結構勢いよくボトボトいってますが、じゃあ私がやってみましょうか。でこれを持ちまして、でここでデカンターしますとですね、でゆっくりとできるだけ静かに縁に沿うように優しく流し込み、沈殿物が入らないようにします。デカンターの代用として空のワインボトルを使用することもできます。およそ30分から1時間待った後にもっとまろやかな味になります。まずはデカンタしていない方をいただいてみますね。どうぞ。あ、結構渋みが残りますね。はい、それではこちらはデカンタした方ですね。そうです、はい、いかがですか。優しい感じがしますね。あ、やはりデカンタしていない方に比べるとまろやかになるんですね。そうなんです。それがデカンタする大きな意味の一つですから。へ、ワイングラスに注ぐのは3分の1以下がおすすめ。これもワインをグラス内で回し空気に触れさせながら飲むためです。ワインはですね、楽しく飲むのが一番ですから、今日たまたま勉強しましたけれども、ワインのグラスとかあるいはブドウ酒とかいろんなことはあまり難しく考えないで、楽しい仲間とたくさん大いに楽しんで飲むのが一番だと思いますので、では乾杯。乾杯。
赤ワインやグラスの選び方、デカンタなどの方法で渋みをまろやかにできるんですね。皆さんも美味しく飲むためのコツを知って楽しく飲んでみてください。では最後にお知らせです。5月12日にニューヨークで行われるジャパンデー、現在ポスターやチラシなどに使われるデザイン画を募集しています。締め切りは3月10日日曜日。詳しくはウェブサイトをご覧ください。さて、来週のテレビジャパンクラブは東日本大震災から間もなく2年、特集をお送りします。それではまた来週。